あ、どうも皆さんこんにちは。さっきまでタカちゃんガワちゃん の年内最後の撮影をしてました。最後の撮影を終えて、まあどういうふうなことが、なんかまあどんなこと気づいたかなっていうことを、気づいたり、まあ自分が思ったり感じたことをまあ簡単に言おうかなみたいな感じです。何もなかった自分が YouTube を始めて、で実際に動き出して、でまあ今のそういうね、自分のチャンネルもやりながら、まあやりながらっていうか、一緒にタカちゃんガワちゃんっていうチャンネルも一緒にやってて、まあやってるなって感じはするな。うん、やってるな。うん、今日年内最後のね、でまあタカガワのね撮影が終わって、それでまあ僕が感じた、まあ今日はだから3つのことぐらい話そうかなと思ってます。まあ1つ目がタカちゃんガワちゃん、タカちゃんガワちゃん、あのタカちゃんのすごさ、タカちゃんやっぱすごかったよな。何がすごいって言ったら、あのトーク力だよね。トーク力そうだし、ギャグ線の高さ、ギャグ線高いし、それにやっぱボキャブラリーもすごい豊富やんな。あんなにだって普通のネタ出てこへんやろ。切り返しも早いし、しかもやっぱその切り返しっていうのがやっぱテンポもいいしね、すごいよな。こう切り返してパン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 話してってな、しかも頭の中では自分のその構成みたいなのもちゃんとあってみたいな、あんな話できる人なかなか芸人さんにもらえんのちゃう。いやすげえ勉強になることいっぱいあるもんな。まあ、何かって言われたらパッて出てこへんけど、いやほんまね、いっぱいあんねんで、いっぱいあんねんけどな、今パッて言われたら何やったっけなと思って、いやいっぱいあんねん、まあでも最初会った時から面白かったもんな。だから普段からそんな感じなんかもしれんな、タカちゃんは。俺とかやったらちょっとな、こうカメラを意識しちゃったりとかして、ちょっといつもなんかこう硬くなってしまうっていうかな、なんていうのかな、大根やな、素人やろ完璧に。だそんなにやっぱ比べるとタカちゃんって基本の撮影してる時ももちろんスイッチは入ってんやろうけど、普段となんかこう同じような感じがするっていうか、普段もなんかこうテンポいいから、話とかもタカちゃんみたいなすごい人と、一緒にできて嬉しいよな。もっとレベルアップせなあかん俺も。次は、まあ、トーク番組をやってみて気づいたことだね。トーク番組な、俺も初めてやってんけど、人とこの話し合いながら、話し合いながらっていうか、こうな、面と向かって話しながらやるっていうの、でやっぱ相手とのやっぱ呼吸っていうのが本当はやっぱ大事やな。呼吸っていうか、そういう専門的なものじゃないねんけど、ニュアンスやな。トーク番組のその作り方、一つ一つの、まあ俺とタカちゃんが今やってたんやったら、やってるやつやったら、そういうなんかこうネタを一つ一つ組み合わせていってな、ああこの話を持っていって、じゃあこの流れでこの話にしていこうよみたいなとか、でこういうふうにこの話からはこういうふうにこう切り替えてこっちに行こうとか、だからそういうのを考えるのもやっぱタカちゃんはやっぱなんかうまいよね。だから頭回転早いんやろうな。まあそうだね。だからトーク番組を作っていくっていうことは、まあいろいろと改善の余地はあるやろうけど、こういう感じが、こういう感じなんかなっていうのはやっぱ気づいたな。全然面白くないこと言ってるな。全然面白くないこと、面白くないことっていうか普通に話してたな。まあ普通でいいんちゃうか。なかなか難しいや。そんなに別に俺もおもろいわけじゃないからな。全然おもんないやろ。いやタカちゃんの方面白さ知ったら、なんかもう俺なんて本当もう虫けらやなと思ったよ。いやーやっぱすごいね。まあでも近くでそうやってそういう人のパワーをもらえるっていうのはやっぱ嬉しいな。まああとは番組っていうか、そういうトーク番組、そういったもののなんかこう可能性を感じたね。その可能性っていうのは、まあ、いろんなもんプラスしていって、どん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 改善していけば、あーもっとめちゃくちゃ面白い番組になるやろうなって、すごい感じたね。だ今後だから、そういったまあその編集だったりとかな、まあカメラとかもまあそうなんだけど、もちろんその編集一つでもやっぱこうトーク番組は面白くする編集とかあるやん。だからタカちゃんに申し訳ないよ本当。俺本当ね、面白くなできてんのに、もう本当俺の編集でな。でもそういうところにやっぱこうコンテンツ力強化、
っていうところに力入れていけば、なんちゅうのかな、もっと面白い番組になるんじゃないけど、うん、その番組の面白さをなんかこう伝えれるよね、うん、あとその今後の可能性で感じるところっていうのは、うん、はまあ俺たちの同世代の人とか、まあ、大人がどんどん YouTube を見ていくっていうことで見られる人って絶対増えるやろうなって。タカちゃんとのタカガワっていうのはやっぱオリジナリティを作りたいよね、うん、番組のオリジナリティを作るっていうので、まあもちろんそういうコンテンツ力強化だったりとか、うん、だそうなっていくともうどんどん良くなっていきそうな感じがしてめっちゃ楽しみになるな、うんうん、だ言い方があんまり楽しみじゃなさそうな言い方してたよな今真面目な、俺真面目やな、なんなんかな、性格やな。だ今後な、大人が見ていくな、大人がじゃあ今後大人が動画を見るっていう風になって、それにね選ばれるものにね、もちろんだっていろんなコンテンツは増えるやけん、だ常に俺たちも変化していかないといけないよってな。まあそういうことでね、まあ1000フォロワー、まあもし仮に行けば、うん、1000フォロワー記念っていうことでなんかやってもええな、ね、うん、なんかやりたいね、うん、で来年はそのガワさん的なチャレンジもしたいね、ガワさんがまあ何かしらにチャレンジするっていうチャレンジね、まあ、もちろん結果も大事だけどそのプロセスを好きって言ってるくれる人もおるからな、うんうん、まあそういう感じのものも出したりとか、うん、まあいろいろとね話は尽きないですけど、はい、そろそろ僕も編集しないと。じゃあまあそういうことでうんとちゃんと伝わってるかな、滑舌悪い最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。